うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはこちらです。ドン、甘色の髪の乙女。こちらのもう昭和の夏メロですけど、もうね、いろんな方がカバーされているもうね、日本人にとっての定番曲だと思うんですね。ビレッジシンガーズさんの曲でございますけど、これね、ウクレレで、こう軽やかに弾くの、この曲ほんと素晴らしく最強なんで、ぜひ皆さんマスターしていきましょう。この曲もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回、2017年に一回取り上げてるんですけど、今見返してみるとちょっとわかりづらいし、見づらいし、ちょっとね、もう一回ちょっとやりたいなということで、2021年バージョンとして、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になってやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをめちゃゆっくりやります。はい。で、後半はですね、一応フルコーラスで、もう全部繰り返しも含めてね、一応オリジナルバージョンでやってみようと思うんですけど、こっちはですね、ウクレレにもすごく気持ちがいい弾き方、8ビートのチャを使いまして、こう、なんか元気いっぱいに、ウクレレ楽しめるような感じでアレンジしてますので、ぜひご覧になってください。2バージョン最後までね、よろしくお願いします。さあ、皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレジューチャンネルはですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたんだけど、全然チャンスがなくてという方とか、楽器にね、いくつもチャレンジしてみたんだけど、どうも私ダメみたいですという方がですね、あっという間に、ウクレレ、ちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよというプログラムがあって、このプログラムを見てるだけでどんどんできちゃうっていうことがもう話題になってますね。もう全世界中の方がガズレレで何十万人も音楽始めてます。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらこのすぐできるプログラムを、ここにリンク貼り付けておきます。そこにジャンプしていただいて、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にあっという間ですからね。はい。じゃあ、行きますよ。ここですからね、行ってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画もうね1700曲以上取り上げてますよ。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。今日みたいな昭和の集める曲ももうたくさん取り上げてます。ちょっとまとめてるページをこっちに貼っとくんで、他にもどんな曲あるかな、どんどんやってみてください。それではやっていきましょう。ビレッジシンガーズさん、甘色の髪の乙女、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1 2 1 2。甘い色の長い髪を風が優しく包む、乙女は胸に幸せな二人は寄り添う、愛色の長い髪を風が優しく包む、乙女は羽のように僕だよ、彼のもとへ、彼のもとへ。せーの。甘色の髪の乙女、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、いいですね。なんかこう元気になっちゃう。はい。すがすがしい感じの曲。
爽やかに歌っていきましょう。でね、これね、この後後半やるかっこいいバージョンで一応フルコーラスやるよって言ったんですけど、これね、あの、構成としては繰り返しのパターンなんで、ここまでシンプル簡単バージョンを練習していったら、一応全部できるってことになるんですよね。あと繰り返すだけなんで。まずはこの簡単バージョン仕上げていきましょう。ゆっくりやっているので、これ比較的簡単にはできると思うんですけど、まずは今のシンプル簡単バージョンのガズレレ動画に合わせて、コードと、歌詞出てますからね。仲良く練習して合わせられるように練習してください。1個目のゴールとしては、YouTube 動画と一緒に合わせてできるようになったらゴールだと思いますね。そこまでできた方はおめでとうございます。そしたら次のステップ行きましょう。次は何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌って、弾いてリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、やっぱり最初から歌詞とコード全部覚えるっていうのは難しいでしょうから、楽譜的なものを見て、それを見てこうだん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 自分の体に落とし込んでいくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。歌詞の中にも出てきますよね。バラ色の微笑み、青い空、幸せだと、この青い空を見ながらね、もう覚えちゃってこういう曲弾くともう最高ですね。いずれ覚えちゃうのを目標にしていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんですかという話なんですけど、安心してください。はい。今のね、甘えるの音、紙の乙女は、今ガズが手書きで書いた、このノートを見ながら今演奏していきました。はい。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃないということでシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。こちらドン、ガズクラブです。このガズクラブって一体何ってことなんですけど、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の甘い色の紙の乙女を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、皆さんがこの曲面白そう、これやってみたいなという曲、毎月5曲お手元にダウンロードしていただけて、もうすぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2021年改訂版の甘色の髪の乙女さんね。いいですね。はい。見ていきましょう。コードは結構シンプルなんですけど、これ D7 とかね、この辺がね、響きがいいんですよね。これ昭和の曲ってやっぱり何がいいかって、やっぱ歌がね、わかりやすくて歌いやすくてシンプルっていうところがいいんで、これ比較的皆さんもね、これ気持ちよくできるんじゃないかなと思います。ゆっくりまずやっていきましょう。で、ここ見て、くるっと囲ってて、このコード書いてあるでしょ。この下に書いてあるコードは、これから後半やるかっこいいバージョンでは下のコードをやりますよということになってますね。そこのところをちょっと確認していただいて、今これ画面大きく映していくんで、一時停止してノートに書き出してください。はい。それか、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このノートをね、お手元にダウンロードしていただくのもすっごくいいと思いますよ。このガズのノートの特徴はですね、この点です、点。この上に書いてあるちょっとした点でですね、このリズムを相当分かりやすくなってますんで、ご活用ください。ガズクラブでもいろんなイベントもやってるんでね、はい。ぜひぜひいろんなあっちからこっちからご活用ということでございます。はい。OK。そしたらここですね。B メロ。ここがね、特徴的。タッターって書いてあったでしょ。これ2回弾くだけですからね、ダーダーバラ色の、はい。こんな風に決めていきましょう。ね。ああいうのが入るとちょっとね、シンプル簡単バージョンも楽しくなります。はい。
はい、で、ここ、ツタタタタって、これ、かっこいいバージョンで、ここでちょっと盛り上げていくよ、みたいな感じで入っていきます。そして、ここ。ここ、ちょっとね、楽譜の確認したいんですけど、これね、まあ、サビというふうに書いたんですけども、いきなり A メロからサビみたいな曲なんですけどね、一応、こう、3番目に出てくるサビ的なところで。で、ここね、ここに、丘を下るでしょ。その次、ここ見てください。彼の元へと言って、ここでちょっと2つに枝分かれしてますね。はい。簡単版はここで、彼の元へで終わります。エンドですからね。で、これからやる、後半やるかっこいいバージョンは、この後、彼の元へ1回やったら、ここ、こっちに行きます。間奏に入っていきます。間奏をやった後に、ここ見て、B メロからサビ編にやって、ラスト。ラストってここなんですよ。はい。っていう風になります。B メロっていうのはここ、タッタバラ色のからもう一回ここやって、で、同じように、丘を下る、で、丘を下る、カーレの元へ、要はね、最後、カーレの元へを2回繰り返すという、そういう構成になってるんですよね。これはちょっとね、動画で構成をかっこいいバージョンを確認してみてください。これがガズレレのオリジナルアレンジバージョンになっております。フルコーラスバージョンです。これがですね。はい、じゃあちょっと出てくるコード見ていきましょう。この赤く囲ってるやつは後半出てくるコードなんで、今はひとまず隠しておきます。読んでいきます。C と Am と F と A7、Dm、D7、Em7。この7つのコードで、今、シンプル簡単バージョンの演奏をやってみました。はい。今映ってるこの7個のコード、ガズレレではもう超お馴染みの、めっちゃ入門コードのグループ、これです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った皆さんに、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれませんけど、入門コードなんで1個ずつ見たらそれぞれはめちゃくちゃ簡単。だけど 10個一品にドンと頭に覚えようと思って、もうごちゃごちゃになってわけわかんなくなっちゃう。私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう。ものすごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。このリンク先に行って10個のコード楽しく覚えちゃってください。今日そのうちの7個が出てきますよということでございます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。この曲はもうみんな歌ご存知でしょうからね。これも歌いやすいもんね。気持ちがいい。なんかこういう曲たまにこうねガズレレと取り上げるともうすごい安心感ありますね。はい、だから歌は気持ちよくどんどん歌っていこうということをまあ一応確認していただいて、かっこいいバージョンの解説入っています。かっこいいバージョンはこのコード1個追加されますよ。これ F マイナー。これはねよくガズレレでも出てくるね、ちょっと初心者の人押さえづらいコード。はい、まず押さえましょう。ここと C のところとこことここなんですよ。なんでこうやって押さえるのが教科書通りの押さえ方。いい響きでしょ。 F マイナー。はい、もう1個の押さえ方、ガズはこっちですけど、この4弦の1フレット、これを親指でグッと押さえちゃいます。どっちでもいいですよ。押さえやすい方がいいと思います。両方比べてみて、押さえやすい方でいいと思うんですけど、人差し指で押さえたい人は手首ちょっと下に回す感じ。親指の人は逆にこう上に持ってくる感じ。はい。挑戦してやってみてください。で、リズムなんですけど、今日のリズムはですね、これね、ビレッジシンガーズさんのアレンジだと、ドン、ダンス、ゴス、ダンス、ドン、ダンス、タスク。ちょっと不思議なリズムなんですけど、ここはあえて、ウクレレにぴったりで気持ちがいい弾き方をセレクションしております。こちらです。ドン。8ビートのチャ。こっちがメインなんですけど、一応ちょっとだけカッティングとか、シンコペーションも出てきます。ここはかっこいいバージョンならではのね、ちょっとね、アレンジにしようかなというふうに思ったんですけど、今映ってるこの弾き方、ここでリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくり穴が開くほど、その動画を見ていろんなそれぞれのリズムの、弾き方、マスターしていきましょう。一応8ビートのチャっていうのは基本ガズレレではすぐ基本になってるんで、一応やりますけど、C を押さえて、チャの音がドラムのドン、タッと、ツッと、ターン、このターンの音にこれ、打楽器的要素をこのストロークに加えてる。かっこいいでしょ。これをちょっとね、ゆったりめでやるのがキーポイントになると思います。はい。では、ちょっと曲の中で解説していこうと思うんですけど、さっきはちょっとショートカット、シンプル簡単バージョンではやらなかったコードの展開が出てきます。乙女は胸に白い花束、ここのところもね、気持ちがいいんで、ちょっと今ここでやってみようかな。乙女は胸こんな感じで流れるようにね、コードがこう展開していく。F から F マイナー C。はい。こんなところ結構出てくるんで、この辺は動画を確認してみてください。そして B メロのところのタッターのところなんですけど、さっきのシンプル簡単バージョンは、ダンダンバラ色のっていう風に止めてみたんですけど、今度はね、ちょっと伸ばす系の、ビレッジシンガーズさんではない方の、アレンジって結構こう、って伸ばしてたんで、ちょっとこの伸ばすのがかっこいいかなと思って、ちょっとこっちは伸ばしてみることにします。B メロをちょっとやってみましょう。まあ、テロップもタッターってこんな感じで書いておくんですけど、いきますね。
感じがいいかなと思います。もう一回ゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー。チャック、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 これは次のまたサビに戻る時の、これから行きますよという感じで溜めて溜めてドンみたいなこうおかず的な感じ。チャ最初にチャを弾いてタタタタタタ、はい、こんな感じで B メロでちょっとこんな感じで決めが入ってくるかなということです。でその後の一応今回ガズレレではサビと呼んでいるところに入っていくんですけど、ここでも最後の方決めが入ってきますね。ちょっとそこやってみましょう。甘い色の長い髪を誰が優しく次ですね。だっただっただ、決めですね。これシンコペーションの入った決めでして、ちょっともう一回やってみると、D マイナーと G7 と C なんですけど、D マイナー、G7 がシンコペーション。だ、D って、だつだだつだん。カッティングで左手で、左手で音を止めてるんですね。はい、このタイミングをちょっと覚えていただいて、このカッティングって結構やっぱ難しいんで、ちょっとさっきも紹介したところのねリズムいろいろなところでやってるんですけど、ちょっと練習してからやってみるといいと思います。ダッタタッタタッタンチャッタスダッタタッタタッタンチャッタスここがやっぱり一番今回のかっこいいバージョンで難しいかなという。カッティングってやっぱちょっとね高等テクニックなんでね。はい、ここちょっと印象的ですもんね。はい、シンコペーションのフレーズで決めを入れていく。これがいいと思います。で、この後ね、かっこいいバージョン、間奏が入るんですけど、その間奏のところでも一箇所シンコペーション出てきますね。最後のところなんですけど、でん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 で次、でん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 。こっちは普通のシンコペーション。シンコペーションってこの矢印マークの時にドーンと前に突っ込んでくるっていうのがね、シンコペーションなんで、ここ一箇所だけこんな感じで入っていくんですけど、さっきの決めのね、ここも G7 のところでシンコペーション一応入ってるんでね、この辺のことをご確認ください。それ以外はもう淡々と8ビートのチャであまり速くならないようにちょっとこう落ち着いた感じ。歌詞の中にも出てくるけど、羽のようにこう顔を下るとかこうひらひら鼻のように こんな感じのイメージがいいんじゃない。体をこうゆったり動かしてガチャガチャこう力強くならない、こう軽やかがいいですからね、こうちょっと力を抜いて手首も柔らかく、使ってこの曲歌っていきましょう。もう歌詞も読み込んでいただいてね、なんかこう本当なんかね乙女ですか、乙女が羽に乗ってもうなんかもう彼氏がもう優しい彼氏がもうキュンキュンですから、もうそんなもんね、ルンルン気分でやるのがキーポイントじゃないかなというふうに思います。はい。そんなのが一つになって、この演奏がね、またさらに輝くんじゃないかなというふうに思います。それでは、やっていきましょう。甘色の髪の乙女、ガズレリールかっこいい場所やってみる甘色の
せーの、甘色の髪の乙女ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはですね、気持ちがいい。なんかこう、ほんともうウクレレでこうルンルン気分でもう外でなんか気持ちよく歌いたいな。こういうね、シンプルな曲もね、ただただもう気持ちよく味わう、こういうのも素晴らしいと思います。はい、練習開始。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、あの、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。